スタートアットマックス、3DS マックスで 3DCG を始めよう。こんにちは。このビデオでは布地などをシミュレーションで動かすことのできる布地モディファイヤーについてご紹介します。クロスシミュレーションとは現実世界の布の動きを真似るように物理的にシミュレートしてくれる便利な機能です。布地モディファイヤーを使うことでクロスシミュレーションを行うことができます。 今回はキャラクターの腰についている布に布地モディファイヤーを追加してみようと思います。元々のモデルにそのまま布地モディファイヤーを入れてしまうと厚みや元々入っているシワの形状の影響でうまくシミュレーションができません。そのためまずはこのようなシミュレーション用のシンプルなモデルを作成します。ディティールは少なめにし分割数は多めのモデルだとシミュレーションがうまくいきやすいです。 また上にあるジャケットとの境目にちょうど折れるようにエッジを足しておくとメリ込みを回避することができます。次にコリジョンモデルです。コリジョンモデルとは布がぶつかった時に衝突のシミュレーションをするオブジェクトです。このキャラクターの場合はパンツのモデルをコリジョンモデルに設定します。こちらも元のモデルをそのまま使うのではなくシンプルなメッシュを作成しておきましょう。シミュレーション用のモデルと コリジョンモデルを選択し、布地モディファイヤーを追加しますと、インスタンス化された布地モディファイヤーが追加されます。インスタンス化することで同じシミュレーションの影響を受けるようになります。次にパラメーターからオブジェクトプロパティを開きます。オブジェクトの一覧からシミュレーション用の布のオブジェクトを選択します。デフォルトでは非アクティブにチェックが入っているので、布地にチェックを入れます。 次にコリジョン用のパンツモデルを選択し、衝突オブジェクトにチェックを入れます。これで腰の布が布地、パンツがコリジョンとして登録されました。こちらのプロパティで布の硬さや伸びなどの詳細なパラメータを設定することができます。プリセットも選べますので、生地に合った質感を選びましょう。OK を押してオブジェクトプロパティを閉じ、ローカルシミュレーションを押してみます。 すると布がシミュレーションされたことがわかります。これではただ下に落ちていってしまうので、布の根元の部分を固定する設定をします。状態をリセットを押し、シミュレーション前の状態に戻ります。布を選択し、モディファイヤースタックからグループの選択モードにします。 頂点を選択することができるようになるので、一番上の動かしたくない部分の頂点を選択します。グループを作成を押して、OK を押しますと、選択していた頂点がグループとして設定されます。最初は割り当てなしの表示になっていますが、これを保存に切り替えます。保存に設定したグループの部分はシミュレーションされなくなり、 一つ下のモディファイヤーの状態が反映されるようになります。もう一度シミュレーションしてみますと布が落ちなくなっていることがわかります。シミュレーション用モデルの動きをレンダリング用のモデルに移すにはスキンラップモディファイヤーを使います。レンダリング用モデルにスキンラップモディファイヤーを入れ、 シミュレーション用モデルをピックしておきます。最後にあらかじめ入れておいた走りのモーションでクロスシミュレーションを確認してみます。アニメーションを反映させたシミュレーションをするには、ローカルシミュレーションではなく、こちらのシミュレートを使います。シミュレーションをするときはロフレームの T ポーズからシミュレーションを計算します。 これをすると布の動きがベイクされます。ローカルシミュレーションで軽く確認し、シミュレートで本番用のシミュレーションという解釈で大丈夫です。ベイクができたのでアニメーションを再生してみます。するとアニメーションに合わせて布が自然にシミュレーションされていることがわかります。 ノじジモディファイヤーについての説明は以上になります。スタートアートマックス。ご視聴いただきありがとうございました。